阪神5500系電車。阪神5500系電車。阪神5500系電車は、阪神電気鉄道が所有する、各駅停車用の通勤系電車、ジェットカーで、8000系をベースにモデルチェンジした、阪神初の VVVF インバータ制御車である。続いて登場した9000系や9300系などの、 急行系車両とともに九百九十年代後半から二千年代前半の阪神を代表する車両形式である。本校では二千十年十二月二十九日に営業運転を開始した五千五百五十系電車についても記述する。九百九十年代前半の阪神は初期の急行系車両の老朽化が進行していたことから8 0 0系を大量増備して これらの車両の置き換えを推進していた。一方、普通系車両については1983年までに製造された5 0 0 1系2台と5131.5331型によってジェットカー第一世代の代替が完了していたことから、これらの形式の4両固定編成化改造と更新工事を推進していた。しかし、5151型や5261系、 5311型といったジェットカー第二世代を中心とした冷房改造車グループは車齢も高く過酷な走行環境によって老朽化も進行していたことからこれらの工事の対象外となり8000系の増備が終了する1995年以降に普通系車両の新系列を投入して5151.52615311の 各形式を置き換える予定であった。しかし、その1995年1月17日早朝に発生した兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災によって予定されていたスケジュールは変更を余儀なくされた。普通軽車両は急行軽車両ほど大きな被害を受けなかったが、それでも8両が被災廃車されており、震災前に比べると2変成分が不足することとなった。 これらの被災車両の代替として、この時点で設計計画がほぼ固まっていた普通系新系列車両の投入予定を前倒しして対応することとなり、同年秋に編成8両が落成し、その後当初を機械予定の普通系車両及び急行系車両の代替として7編成28両が投入された。このような経緯で本系列は登場したが、次世代、 ジェットカーの標準系列として、数年前から計画されていたために、車体塗色の変更や、TD カルダン方式、VVVF インバータ制御の採用を、はじめ数々の新軸が取り入れられた。この5500系の導入により、日本の大手私鉄全社で、VVVF インバータ制御が採用されることになった。本系列は内外装とも8000系、タイプ4と、 ほぼ同一の車体設計で製造されるなど、1980年代後半に確立された半身の車両スタイルを継承しているが、機能面で随所に改良点が見られるほか、車体塗色や搭載機器などは後に登場する各系列の基本モデルとなった。また、本系列は新型のジェットカーであることから、雑誌等ではしばしばニュージェットカーと紹介されることがある。 編成は、普通運用が4両編成であることから、3両ユニット基本の急行軽車両とは異なり、制御電動車の5501型と阪神の普通軽車両では、初の中間電動車である5601系の2両ユニットを2組、連結して、両で組成され、多系列と同様に、車両番号の末尾が、奇数の車両が、大阪型、偶数の車両が、 神戸型に連結される。ただし、5601系のパンタグラフは2両とも、車両の大阪放射端に設置されているなど、全く同じものを、背中合わせに2つ連結しているわけではない。また、本系列は、高加速度と加速時の粘着力を確保するため、半身の普通系車両では、標準の全電動車編成であるが、車体の軽量化と、 主電動機の高出力化に伴って編成中の電動車と付随車の比率、MT 比が半分にも満たないことさえ普通となっていた、この時期の鉄道車両では極めて珍しい構成となっている。車体は普通構成であるが、屋根や床下などの腐食しやすい箇所はステンレス製となっている。 車体長及び客用扉数は、阪神はじめ関西の多くの私鉄で標準としている19メートル級の3扉車で、側面窓配置は5501型が D1D3D3D2、5601型が 2D3D3D2、D は乗務員扉、D は客用扉を表すとなっており、客用扉間の4箇所が、 開閉可能となっている他はすべて固定窓となっている。前面は8000系とは大きくイメージを変えたものとなり、8000系の額縁スタイルから窓ガラスの指示に H ゴムが復活したものの、平滑化されたほか貫通扉上半部と全小灯、種別表示器及び行き先表示器周りがブラックフェイス化され、前面下部の微灯は白熱球から埋め込み式の LED 式となり、 頭部周りの金属枠が廃止された。このような変化のほか、車体断面が変更されて、丸みがきつくなったことから、8000系に比べると柔らかい雰囲気の前面となった。屋根は前日のようにステンレス製となったことから、長手方向にビードが入っており、屋根上には集約分散式冷房装置2機、量を搭載したほか、前日のように5601系の大阪型には、 下枠交差式パンタグラフを搭載している。連結機は8000系同様ユニット端部になる5501系前面にバンドン式密着連結機を5601系奇数車神戸型及び偶数車大阪型には、回り子式密着連結機を装備し、ユニット中間は棒連結機を搭載、合わせて5601系奇数車神戸型及び偶数車大阪型には、 簡易運転台を設置して、工場入場時の校内入れ替えに配慮している。内装は、基本的に 8000KA タイプ4号機製造車を踏襲している。座席は、バケットタイプのロングシートで、電光式路線図と電光掲示板を一体化した、車内案内表示装置、フットライン入りの床、車椅子スペースを設置するが、座席モケットは、車体塗色に合わせた空色となり、 ドアには開閉予告ブザーが新たに設置された。運転台は半身発となるデスク型、前後動作式、水平回転軸の主管制御機と左右回転動作式、延直回転軸のブレーキ設定機から構成されるに、ハンドル式を採用して機能的ですっきりとしたもの、なった。台車や転送品などの走行機器は、台車が半身初のモノリンク式、ボルスタレス台車である。 住友金属工業製 SS-144 を採用、倉型軸受けの採用によって整備が容易になったほか、車輪系については、従来のジェットカー標準の 762mm から、急行系車両と共通の 860mm となった。主電動機は、東洋電気製造製の TDK-6145A、出力 110kW を搭載し、 制御装置は、半神発の VVVF インバータ制御である三菱、電気製マップ -118 から 15V55 を5601型に搭載した。軌道加速度を維持する低加速度領域を、従来の約時速 35km から時速 65km 強にまで上げたことで、従来の青動車の弱点だった中高速域の加速の伸びは向上したため、 低速域では軌道加速度、減速度ともに従来よりも時速 0.5kmS ずつ落としている。ただ、結果的に、青動車と比べて、総裁以上の性能となっており、軌道から時速 80km まで21秒、営業最高速度である時速 91km までも25秒という、驚異的な性能を有しているほか、乗り心地も滑らかなものとなった。 補助機器については、サービス電源を供給する、静止系インバータは、東芝製のアイエンベイ0 9 4砲、電動空気圧縮機は、C-2 セゲルを5501型に搭載している。外部図書区は登場当時に、震災を乗り越えて新たに出発するという気持ちを込めて、従来の青銅車のイメージを一新し、かつて8233の新造時に実施された、 試験塗装のうちの一案をもとに、長年利用者に親しまれている、普通イコール青色のイメージを継承しながらも、36年ぶりの新色として、上部をアレグロブルー、空色、下部をシルキーグレー、泡バイというパステル調のツートンカーが採用された。このパステル調のツートンカラーは、二千一年に登場した、急行形一部セミクロスシート車の九千三百系にも、 優等列車イコール赤色のイメージを元にした上部、プレストオレンジしたシルキーベージュが採用され、利用者や沿線住民に新車の登場を印象づけた。5501回は1995年10月27日に、春行、11月1日に梅田駅で出発式を実施後、営業運転を開始した。引き続いて12月に春行した5503回が、 翌1996年1月から営業運転に投入され、両編成とも阪神本線と西大阪線、現阪神南波線の普通運用に充当された。この時点で被災廃車の補充が完了したことから1年以上本系列の増備は行われなかった。1997年には5505回5507回5509回の4両、 編成3本が製造された。この時の増備は1998年2月の直通特急運転開始に伴うダイヤ改正によってダイヤパターンが従来の12分ヘッドから10分ヘッに変更され、デイタイムの快速急行が西宮折り返しの急行に変更されたことに伴って普通軽車両の運用数が増加するとともに急行軽車両の運用が減少したことから、 運用像に対応するとともに3000系3102回プラス3101回及び3103回プラス 3104F を代替した。この増備車では、客用扉に、服装ガラスが、車両間に転落防止ホルが採用されるなどのマイナーチェンジがなされ、以降の増備車に継承された。5501回5503回は、向こう側車両工業で製造されたが、 この三本は、川崎重工業で製造されている。1998年4月から1999年1月にかけて、前年に引き続いて5511回、5513回、5515回が、再び、向川車両工業において製造された。この時の増備から本系列本来の目的である5261、系統の置き換えを、見、 1999年3月に5261、計一時者の残存前者と5311、計5311から5312、7801、計7835から7935、7936から7836が、大体廃車された。二千年二月には五百十七回が落成し、百六十一。 型で最後まで残っていた二次車の5271から5272、5273から5274を代替。ジェットカー第二世代の置き換えを完了するとともに、この時点で5 1 0系、2台を抜いて普通系車両の中で最大勢力取った。2010年時点で座席のモケットは9300系と同じデザインのものに張り替えられているが、 青系であることには変わっていない。また、転落防止フォロワ2006年に5501回にも追加設置されたほか、同年以降2009年3月20日に開始した、近畿日本鉄道、近鉄奈良線との直通準備として、先頭車の連結機は、バンドン式密着連結機から回り子式、密着連結機に換装された。ただし、本系列は9000系のような、 近鉄直通対応工事は施行されていない。2008年頃から運転台にデッドマン装置が取り付けられた。定期運用としては2006年10月のダイヤ改正までは新海地駅が運行区間の西源であったが、このダイヤ改正で運行区間が短縮された準急の代わりに普通が山陽電気鉄道本線東須磨駅まで乗り入れるとになったことから、 定期運用としては初めて、山陽電鉄線内に入線することとなった。2009年3月20日改正で、山陽電鉄線への乗り入れは廃止された。2010年3月現在、4両編成9本36両が在籍しており、本線の普通列車で使用されている。西大阪線、現、阪神南場線では2009年1月23日から、 近鉄直通列車用の車両の試運転が開始され、同時に営業列車は6両編成での運転になったため、同年1月22日をもって営業運転を終了した。一部車両にて照明カバーを取り外したり、LED 照明や全消灯の LED 化を試行的に採用しており、夜間や近く間では LED 照明を採用している車両と、 蛍光灯照明の車両の区別が容易である。また、2013年秋頃より、車内案内表示装置の表示部から、電光式路線図を廃止し、2014年4月からの、駅ナンバリング導入までに、全車両とも、電光式路線図は廃止され、現状は、LED 式フリーボードによる案内表示のみとなっている、器具の上側にフリーボードの部分のみ窓を開けた、化粧板を貼り重ね、 電光式路線図の部分には広告枠を設置し、一方で LED 式フリーボードの設置がない反対側の扉の上にあった広告枠は撤去し代わりに大きな路線図が描かれたステッカーを貼り付けて代用している。本系列も5501回導入から20年以上経過しているため5700系に準じたリニューアル工事が行われることになった。 半自動ドア化車内 LCD ディスプレイ設置、新塗装化などが施されたが、制御装置の更新、イベット化や、シングルアームパンタグラフへの交換など話されていない。なお、半神では、リニューアル後の5500系を、リノベーション車両と称している、レフネームイコールプレス、ディテール、1908、レフ。最初のリニューアル工事編成となったのは5501回で、 2017年5月2日から営業運転を開始した。同年10月に5503回が、2018年4月には5505回が、リニューアルを受けた。最終的には5500系全編成へ施行されることになっているが、車令の若い5550系は対象外となっている。1998年11月に、阪神電気鉄道社員で鉄道ファンの川、 フチノリヒコがザ・鉄腕・ダーシ・日本テレビ系に日本一軌動加速度の速い電車として書き込みをしたことから同番組のリレー対決 v s トキオシリーズの企画で5500系とトキオの5人が深い駅1回目内入れ駅2回目で250メートル競争を行い1回目は5500系が2回目はトキオが勝利した 2015年には同様の企画が5700系を用いて行われている。2010年12月29日に営業運転を開始した5500系のマイナーチェンジ車両である。車両製作はすべて阪急阪神東方グループ内で行われ、車体は阪神電鉄で唯一あるな車両制となった、偽装以降は他車両と同じく阪神車両メンテナンスが担当している。 5500系と基本的な外観は変わらず車体塗装もアレグロブルーとシルキーグレーのツートンカラーである。ただし客用扉の幅は9300系、1000系と同一の 1300mm に変更された。種別、行き先表示器は5500系の字幕式からフルカラー LED 式に変更されている。客室設備や伝送品は1000系に準ずる装備である。 主電動機は、東洋電気製造 TDK-6147A、出力 170kW を採用し、5500K の TDK-6145A より、出力が向上していることから、Z カー史上初めて、神戸型戦闘車が制御付随車となった 3M1T 編成とされ、MCM1 車と M2TC 車でユニットをそれぞれ構成する。 制御装置は高体圧 i p m ーベッド素子を組み込んだ三菱電気マップ -174 から 15V163 バイトを各電動車に搭載し、一機のインバータ装置で4個の主電動機を制御する一新 4M 方式となっている。歯車比は線形と同一の97、16で、設計最高速度は時速 110km である。 パンタグラフは 5500K では、下枠交差式を M1、M2 社の大阪型に搭載しているのに対して、この 5550K では、シングルアーム式を各電動車の神戸型に搭載する。台車は、住友金属工業製のモノリンク式、ボルスタレス台車で、電動車は SS171M、制御付随車は SS171T をそれぞれ装着する。 補助電源装置である、静止系インバータは、東芝イエンベイ百1 4 6 l o を中間電動車各社に、電動空気圧縮機は C-2000ML を両先頭車にそれぞれ搭載する。車内案内表示装置は 5500K で採用された、マップ式ではなく、1000K と同じ文字スクロール表示のみの方式となった。開閉扉上部には、 扉開閉横クランプと盲導鈴を備え、また車内では蛍光灯カバーが省略された直接照明を用いている点などは1000系とほぼ共通であるが、座席モケットは5500系と同じ青色、優先座席はグレーとなっている。乗務員室の構成は5500系とほぼ共通だが、運転台の主管制御機の形状が、デッドマン装置を組み込んだことで変更されたほか、 運転台パネルにモニタ装置の情報表示器が設置されている。2010年8月5日には、天ヶ崎駅石屋川駅間で試運転を実施した。5550系の日中の走行は、これが初めてである。その後しばらくの間天ヶ崎駅西側に留置されて、いたが、同年12月29日より営業運転を開始した。以後の増備は5700系。 ジェットシルバー5700に移行したため、結果的に5550系は一編成のみの異端車両となった。合計の5700系は再び全電動車方式に戻ったため、制御車、付随車の設定もジェットカーでは5550系が唯一であり、またわずか一両のみのジェットカーにおけるモーターのない車両となった。2017年4月1日現在、 9編成36両が在籍する。2017年4月1日現在、1編成4両が在籍する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。